ご視聴ありがとうございます。葵です。この動画は以下のようになっています。以上のことを踏まえ、これからの動画をお楽しみください。水曜日の夕方4時前の万博記念公園駅。平日なので、駐車場に止まっている車もまばらですね。でも、この日の夜、パナソニックスタジアムで、ガンバ大阪の試合が行われるので、これからどんどん増えることでしょうね。地面が濡れていますね。朝から雨が降り続いたからです。また、その雨の影響もあって、とても蒸し暑く、パナソニックスタジアムまで歩くと、汗びっしょりになりました。名古屋グランパスが、ルヴァンカップの決勝に勝ち進んだ影響で、この日に、平日の水曜日の10月23日に試合が行われることになりました。夕方の4時過ぎ、メインスタンドからの入場はまだ始まっていない状態でした。入場のために並んでいる方々が多かったので、この札幌戦でのガンバクラップの際の宇佐美貴史選手のパネルをじっくりと、ゆっくり楽しむことができました。劇的な勝利だった札幌戦の宇佐美貴史選手のゴール、今でも脳裏に浮かびます。今日はサイン会に当選したので、会社を早退してパナソニックスタジアムに。そのサイン会まで時間があったので、来場ポイントの交換に来ました。残念ながら圧迫骨折での腰痛で1試合行くことができず、来場ポイントが6000足りなかったので、プレミアムメンバー限定ポイントの抽選には参加することはできませんでしたが、それでも、豪華商品がたくさんあって目移りしちゃいました。その中で、ウェルトン選手のサイン色紙を選びました。今日、会社を早退した最大の理由が、このモフレムと、名古屋グランパスのマスコットである、グランパスくんの写真撮影会の参加のためです。残念ながら、参加券はゲットできませんでしたが、モフレムとグランパスくんの写真や動画を撮ることができたら、良かったと思っています。この瞬間もぜひ写真に収めてくださいね。モフレムとクランパス君をたっぷりと堪能したので、お腹が空きました。今回のスタグルはおなじみのククルのたこ焼きにいたしました。選手コラボメニュー、ハンダウィク選手のゆず香る胸からしかつおたこ焼き。ゆずとマヨネーズが抜群で、本当に素晴らしくて、何個でも食べることができそうです。お腹も満たしたので、いつもの席も、この席も、この試合合わせてあと2試合。この動画の作成時に、ガンバ大阪から、来季のファンクラブと年間パスのお知らせが届きました。来季もこの席にするか、別の席にするか、今迷っています。決まり次第、またご報告いたします。you
ランパスくんのダッシュが素晴らしくて、またとても早かったのですが、ゴール寸前でこけてしまいました。いわゆるお約束ですよね。あのスピード、そしてこけるまでが、マスコットとして本当に素晴らしいと思います。グランパスくん、本当に、水曜日のナイトゲーム、パナソニックスタジアムに来ていただき、本当にありがとうございました。来季は、ぜひとも、家族で遊びに来てほしいものです。背番号10、アトレット。背番号77、キャスパー・ユーカー。監督、長谷川健太。試合は、名古屋グランパスに先制されますが、坂本選手の2ゴールで逆転。ただ、後半に入って、名古屋グランパスに同点ゴールを決められてしまいました。ニューオールタマセットプレーからの失点、長谷川健太監督の作戦だったかもしれないですね。悪い流れを一転させたのも、交換出場で登場した伊丹隆選手と福田優也選手。福田優也選手も、伊丹隆選手の優しい魂に保ったパスは、名古屋グランパスの名手ランゲラック選手のニアをぶち抜く素晴らしいゴールを決めました。ガンバ大阪のことが大好きな福田優也選手、ゴールを決めた際にガンバサポーターたちも大喜びでした。ゴール裏のサポーターたちだけでなく、メインスタンドのガンバサポーターがおる福田優也選手、大歓声と拍手でお返しいたしました。試合はガンバ大阪に 3-2 で見事に勝利。ホームパナソニックスタジアムで4勝です。遠藤康彦コーチと小屋監督の勝利の声援、こんなに熱く監督と抱き合って喜び合うのを見るのはもしかしたら初めてだったかもしれないですね。これで日曜日の天皇杯準決勝に横浜 F ・マリノス戦に大きな弾みがついたと思います。ホームパナソニックスタジアムでの公式戦3連勝で、私たちガンバサポーターを天皇杯の決勝の舞台国立競技場に連れて行ってほしいです。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。高評価とチャンネル登録をお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。本当に感謝しています。次回は先ほども言いましたが、天皇杯の準決勝の横浜 F ・マリノス戦になります。その動画もよろしくお願いします。